気をつけろ。監視カメラにはゾンビに襲撃されて逃げ惑うスタッフと子供たちの姿が映っていた。それきり誰も出てきてない。何？ちょっと怖すぎでしょ。棚とかドアとか目の前、棚アイテムなし。あと音、効果音、 BGM。 何もない。ちょっと待って、狭すぎでしょ。薬を見つけろって書いてあるけど、いきなり敵が、お、やべえって。ほんと先にこっちがゾンビの反応を見つけられればいいけど。くぐる？うん、この狭さじゃちょっとさすがに棒で叩いても距離が離れないか。乗り越える。あ、こういうところは結構重要だな。何？ウィン？ウィン？わあ、怖い。ゼンマイ式の何か、おもちゃか何かを踏みつけたらしい。何これ、これがそうなのか。ウェイウェイ言ってたの。うん、さてと、ショットガン、なんかいるでしょそれ。目の前のそのなんていうか棚、棚の後ろ側ってどうなってる。うん、しょうがない、覚悟を決めていきましょう。なるほど、ちょっとおしゃれな可愛いマスコットだけど、どうする？爆弾ゾンビがいたらかなりやばいよ。何もない。よかったー。怖すぎる。目の前は缶抜きがかかってる。こういう時になんていうか、メッセージが全くないっていう。缶抜きがかかってるからといって敵が出てこないと限らないから。この手形、わ、怖いって主人公近すぎだよ。ハロー、どなたかいますか。うん、さてどうしたものか。この先動物が、あ、そっか、ドア抜きしましょう。何もないかな。うん、動物だけか。トイレ、うっそ。いいか、目当ては薬だけだ。それを手に入れたらすぐに出るんだぞ。そういうフラグっぽいの？やめてくれない？怖すぎる。うん、さあ、幼児たちのトイレ、これはどうなる。うん、
敵にいきなりガフッと掴まれる予感。いや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 、カンヌキつけっぱがいいのか、これはどっちがいいんだ。ここでわからん。逃げる時になってカンヌキ外してる場合じゃないよね。お、今一瞬なんか音の雰囲気が変わった。ふう、まあじゃあカンヌキは外しておこうかな。うん、あれ怖いな、さすがに背筋ピンってなるわこれ。うわー、なんか耳障りの音きた。ふう、あー、なんかいる、ゾンビ、ゾンビいる。一体だけ南京錠付きドア、怖すぎるでしょう。近づいて殴るべきか、ちょっと様子を見てこっから撃つべきか。ちょっと待って、今までないぐらい普通になんかホラーゲームみたいな演出しやがって、めっちゃ怖かった今。鳥肌立つわこの鳥肌立った後のなんていうか、このじんわりとしたこの体のあったまり。やったー、血の気が引いたわ目の前にあれ用意しといてそれひどくない？あー、ドキドキした、これはやばいわ。しかもまだまだこれからでしょ、序の口でしょこれ。よかった。やっぱりこういう棚に入ってるパターンあるじゃん。お、棚、アイテムなし。アイテムなし。下の方、アイテムなし。うん。何もない、ない、ない、だらけ。暗すぎる。わあ、びっくりした、でかいクマさん。わあ、ちょ、なんもない。なんもないと分かっていてなぜ開けてしまう。よし、特にできることはないかな。うん、よし、からのこっち側は何、何の部屋これ。ふう、よし、振り向いて、さあこの先何もないかな。よし、行くぞ。あら、オッケーかな。
うん。上の方は空いてる。怖え。下の方行かなきゃいけないのかな。そうっぽいな。わっ、ゾンビー、花ゾンビ2体いるのか。わあ、思ったよりもいる。これはどうする。でもこいつらを蹴散らしておかないと後で大変なことになる。よし、やるか。合計4体のゾンビ、1体だけ動いた。あー、まずいことになったぞ。これはちょっと突っ込みすぎたか。来ないのも来ないで、ちょっとさすがに。参ったな。高低差に弱いからな。俺は火炎瓶投げちゃうか。ちょっと待って、あ、うお、よし、来ないか。来てくれないと困るんだが。うう、バッグでカービンの弾をカービンライフルに入れるの忘れてた。よし、一つスペースが空いた。よかった。よし、さあ目の前にいるゾンビやっつけましょう。あいつね。やっ、オッケー。救急箱を探せ。薬はそこに入ってるはずだ。あ、この部屋、この部屋にあるのかい。マジかよ。あ、あったあった、薬だな。これはちょうど1個スペースが空いてるから、そこにポンと入れて逃げるっていう三段。おっ、ちょ、わっ、ゾンビオン。一体だけか。一体だけっぽい。そいや、よし、高低差有利のはず。ちょっと距離感つかみづらいわ。よし、勝ってー。よし、さあ貴重な発煙筒を使ってしまった。
さあ休憩して、さてとどうしよっかな。アサルトライフルのままでいっか。発煙筒のあった場所にはグレネードを入れておきました。うん、あれこいつ何か持ってた、ジュース。うん、ちょ怖すぎだろ。階段下、セーフ、セーフっぽい。お、しゃがむ。さあ、ちょ大丈夫かこれ。うん、缶抜きがかかってる。アイテム、カービン重要弾薬。他には何もないか。いわば逃げ込む場所か、ここは。缶抜きね。うん、よし、じゃあ弾は込めておきましょう。オッケー。お、これ監視カメラハブ。よし、さあ保育園内のマップが分かった。ちょっと12345体ぐらいは反応があるな。無事帰れるかどうか。お、ちょっとびっくりさせないでよ本当に。なんかトラップでも踏んだかと思ったじゃん。床が鳴ってるだけだ。リアルな音だなこれ。バキャって抜けそうじゃない？なんか抜けてさ、連打して逃げろとかそういうの来たら最悪なんだけど。怖すぎ。このゲームの効果音の使い方半端ないわ。オッケー。うん、この右隣の部屋の方に3体ぐらいいて、次のそのちょっと広そうな場所に2体の反応がある。あー、まさか。わからん。声が聞こえたけど、胴体反応ほぼほぼ動きがない。文書ってか、あのジャミングされてる。棚、カードキー式ドア。カードキー式ドアが多すぎる。保育園なのに厳重。棚、動物か。おそらくだけど今背後方向の部屋に敵がいるはず。薬棚、 ID ん？カードキーが入ってる。あー、マジか。カードキーがこの奥まった向こうの部屋にある。厳しい。うーん、胴体反応の正体がつかみたい。つかめない。クソ。来た、動物。よかった。
じゃあ後ろ側だ。うん、缶抜きがかかってる扉。あれ、じゃあ敵は入ってこれない、いや違うところから行くっぽいな。それか敵が破壊してくる可能性。ちょ、怖ー。さっきはジャミーが何だったんだ。ここ?トイレ。うん、薬棚が多いな。うん、オッケー。あそこにカードキーがあるはず。そのドアにはカードキーが必要だ。まだ持っていないならな。うん、薬を見つけろっていう主目的がそこにもついてるね。あの青い矢印がありそうなところ。さてと、何これ、起動?何これ?ラジオか。文書だ、文書。ちょ、待って、なんか大変なことになるんじゃないのこれ。やってみるか。こちら、ジリアン。ジリアン・トンプソン、保育園の園長よ。一体何がどうなってるの。子供たちは地下に避難させたけど、外から叫び声が聞こえてみんな怖がってる。琴も耳に詰めさせてるけど、それでも聞こえるみたい。ごめんなさい、ごめんなさい、お願い、私たちをここから出して。さてどうなったかは、まあ言わずもがなみたいな感じか。さあドア抜きチェック。アイテム、拳銃用弾薬。アイテム、メディパック中。目の前には発煙筒。うん、悪くない品揃えだが、この中には3体ぐらいの動体反応がある。ただ、お、アイテム、うん、ショットガン用弾薬。肝心の敵の気配がマーキングできない。よし、じゃあカードキー取りましょう。待てよ、 OK。 中に潜んでるとかそういうパターンあるからね。さっきのやつもあの反応がなかったからビビりましたけど。よし、じゃあアイテムチェック。クリケットバット、ショットガン、そしてアサルトライフル、火炎瓶にグレネード。うん、こんな狭いところで火炎瓶投げて自分の足元にいいとかだったら最悪だが、カービンライフルはここではちょっと頼れないから、これでいきましょう。よし、チェック。オッケーかな。よし、カードキー。何のカードキーか分からんけど。うん、これは一回起動したらもう何もないか。開いた。うん、怖っ。
ちょっと音でビビらせるのやめてくんない？あとおそらくだけど地下の方のそこが本命っぽいから、やっぱり上の方のさっき大人たちのゾンビがいたところ戻って確かめましょう。あの木の板絶対なんかあるよな、これなんかあると思うんだけどな。帰るときはちょっと注意して脇を通った方がいいかも。効果音っていうか声怖えな。出られる、ここから脱出してっていうパターンか。乗り越えるね。よし、他には何かないかな。お、薬を見つけろが下の方に変わってる。これはつまりやっぱり関係がないってこと。何も入ってない、そういうことか。よし、じゃあ一旦出よう。さあ追加で敵がいないかチェック。でこれを降りていってここで脱出という形かな。でそこから逃げる。よし、あ、あれ？うっそ。出てきたのに入れないとか意外。よし、追加されてる可能性はなくはない。気をつけましょう。よし、おっ、さっきと変わらない配置だな。問題はどうする。ここ開けとくべきか、そうでそうしないべきか。もしも階段上から大量に敵が来たとしたら一旦ここに逃げ込んで踏み潰しまくる。もしもなんかヘッドショットが効かなそうな敵が来たらショットガンですぐやっつける。よし、さあイメージファイトはバッチリか。一目散に逃げるというのが重要だと思うわ。ふう、よし、バックチェック。2スロット余ってる。よし、わあ、ちょっと火事があったのかな。探す。よし、行くぞ。よし、おえ、わあ、やっぱりそういうことある。